ガフスパラジオでつぶやいてくださいね。はい、先生、はい、そしていや、放送事故になっちゃうから自己紹介して。おかえりなさい。ただいま。いやー、よかったよかった。え、誰？あ、同じくラフスパイスのロビーです。おー、名乗ったぞ。もうラフスパイスに入ったんですね。あ、準々レギュラーらしいですね。ラフスパイスのどこでもラジオの準々レギュラーじゃなくて今もうラフスパイスのロビーですって言ったから、うん、言ったね、言ったよ。放送事故だね。うちね、あの横文字のね、芸名使わないって決めてるから、本名、本名いく、本名いく。マリオはギリ、マリオはギリなの。あれギリなんですか。ギリ、うん、あれアルファベットだったら俺めちゃめちゃ激怒してるから。、うん、じゃあロビーはひらがなかな。あ、しげるで。しげる、しげるでいきます。いいね、はい、いいね、しげる、しげる。ライバルの方でいきたい。ライバルの方、うん、誰と。サトシと。サトシとライバル誰。ポケモンの初期の話です、これは。しげるなんて言った。いましたね、幼馴染。え、大木戸博士の孫か息子か。うんうん、しげるさん、血縁ですよね。そうですね。強い、強い、知らない、強い血縁なんです。このしげるって言われてたけしの顔しか出なかったよ今。うん、そうそうそう。だとしても世代ですよね。絶対に絶対に触れている、しげるに触れている。アニメであの赤青禁止になった世代。ああ、うんうんうん、そうだね。そう、あ、ポケモンのさ、ね、アニメ。ポケモンショックですか。ポリゴンの、ポリゴンのサイコショックみたいな。そう、あの画面見てた、画面がチカチカってなって気持ち悪くなるみたいな、ちっちゃい子がってやつですよね。僕あの時はガン見してたんですよ、うん、ちょっと薄暗い部屋で、うん、こんなぐらい無事です。いや、無事じゃないか。で、分かんない分かんない。全然どういうこと。今日も飛ばすね、相変わらずね、うん、まさかびっくりしたよね。うん、あの 2週間後に。いや、ちょっとあのね、多分みんな、うん、あれじゃないですか、ブランク。いや、ブランクありますよ。ちょっとね、あの私が床に伏せてたもので、はい、ちょっと2週間ぐらいは再放送でお届けをさせていただいて、今日久々の生放送ということで、また YouTube にアップされる動画になりますけど、はい、本当にレギュラー化したぞあいつっていうくらい。そうだね、映ってるから。いや、待ってましたよ、うん、本当に。直人さんの帰りをみんな。いや、そうだよね。いや、よかったよかった、復活してもらって。うん、うん、なんかもうね、本当にこの復活に立ち会えて嬉しいっていう、うん、ありがとう。本当に暇だった。暇だった。本当に、うん。何してたんですか。仕事してたよ。しくしくと。しくしくと、うん、うん、まあコツコツと。コツコツと。うん、今までやらなかった仕事を、うん、ああ、これを機に手つき始めたというか、うん、なんかちょっと事業の幅をね、おうおうおう、広げようかなっていうのを含めて、なんか今までめんどくさいけどやらなかったことをちょっと作ったりとか、あとなんか自分のそのサイト持ってるんだけど、そのサイトのリニューアルをやって、もうちょっとこうなんかね、工夫してこういうことができますよみたいな、プロトタイプみたいなのを作ろうかなとか、あと持ってない知識インプットしようかなと思って、その辺なんかウェブサイト制作の今、Now をいろいろ入れてみたりとか。どうしても大塚 Now がありすぎて、うわ、こんなに業界進んでたんだってちょっと思いました。え、チャット GPT に頼めばいいんじゃないですか。チャット GPT に頼んだらね、ウェブサイト作れるよ。マジいいじゃないですか、タスク振ればいいじゃないですか。いや、今旬のタスク振るのにさ、俺語りかけなきゃいけないから、結局そのタスク必要だから。全部全自動ではないんだよね。一部のこれでも今言ったの、うん、Now で俺 YouTube で今日見て、お来る前にたまたま検索してたら見てさ、うん、はいはいはい、そのチャット GPT を使ってホームページを作るみたいなことをやってる動画あって、うん、今それがめちゃめちゃ話題だね。なんか例えば、うん、チャット GPT に声で命じるときって、うん、うん、と今ツイキャス配信開始とか言ったら、うん、今ちょっとツイキャス回してもらってるんですけど、うん、太鼓さんお帰りなさいということで。ありがとう太鼓さん。太鼓さんありがとう。あ、すいません、ちょっと混ぜちゃって。本編と混ぜちゃってすいませんね。はい、ちょっとややこしくなっちゃうね。うん、まあそんな感じですね。どんな感じなの。本当に2週間経っても話まとまってないよ。大丈夫かい。大丈夫です。オープニング、オープニング長くないですか。さあ、ということで、ね、そ、まあ、そのね、俺の2週間どうかはいいんですよ。うん、せん
年末ちょい前ぐらい、あ、そうですね、12月のいつぐらいだかに、私たちあの、うん、この局のね、はい、フリーペーパーネオバカっていうやつの雑誌のね、なんていうの、インタビュー受けて写真を撮ったじゃないですか、はい、うん、で撮ってきっと1月に、ね、うん、出ると思いますか、刊行されますからって言ってたやつが、はい、なんと増刊行みたいな感じで、はい、あのこの度やっと出来上がりまして、うん、もう3月になりますけれども2ヶ月ぐらい上がってで、そのフリーペーパーが今手元に、はい、そうなんです、私もうそこにね飾ってる、うん、飾ってるし、ついについに、あ、どうぞ、あ、いただけるんですか、はいはい、どうぞ、あのしげるさんもありがとうございます、しげるもいただいて、しげる写ってねえじゃねえか、しげる省かれてんじゃねえかよ、しげるこの時メンバーじゃなかったから、そう、いなかったからちょっと、あ、ごめんなさい、しげるはいないんですけど、新規なのに、そう、声を荒げてすいません、うん、ちょっとね、そこら辺ずうずうしいよね、あ、すごい、後ろ三春湯だいや、そう、三春湯さんもね、YouTube でも撮影させてもらったんですよ、なってて、あと、うん、マジックスパイスさんもね、いや、いいですね、完全な地域の、あの、私たちの、かっこいい表紙、はい、表紙を飾らせていただいたので、うん、ぜひあのこれ手に取っていただきたい、これ七尾からからって読むんですかね、七尾から、この弁護士の方、あ、ごめんなさい、弁護士さんの話今やめてもらっていいですかこの字絶対からって読んじゃうんだよ、まあ、つよしとか、あ、一番最後たけしとかじゃない、たけし、たけしは、たけしはニビシティのいいのたけしさんリーダーなんですけど、いいの、そこでポケモンに繋いでこなくていいのよいいの、全あの上裸で出てくる、ネオバカに私たち乗りましたよという情報をお届けしまして、はい、おめでたい、まあ、ただそれだけなんですけどまあね、インタビューしてもらったこともね、こうまとめていただいて、でまたその個人個人の写真がおもろいんで、そうですね、いただきたい、ユニーク、はい、嬉しいね、ちゃんと撮った通り、そうですね、うん、めっちゃ面白いデザインになっておりまして、めちゃめちゃ写りいいと思います、はい、我々にしてはいいですね、上手に本当にやっていただいてありがとうございます、ありがとうございますよ、これはあの簡単に手に取る方法は、うん、この FM 白石に、うん、ハニーピーっていうあのバー、お食事できるバーが、はい、飲んだり食べたりできるところが併設されてるんですけど、そこに来てもらえれば、うん、無料で、はい、取れますんで、まあ、お酒飲みながらお食事しながら、うん、ぜひこれを手に取って見ていただければ、うんうんうん、酒のね、つまみぐらいになると思いますから、そうですね、ぜひね、ご覧いただきたい、フリーペーパーネオバカでございますので、ぜひともよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、うん、しげるもしげるからもしげるの話からいい、しげるからもよろしくお願いします、あの、5時があったとかって、え、もはやもはやもはやさあ、ということで、言わない方がいいの、曲参りましょう、行きましょう、今日の1曲目でございます、 E-Girls でフォロミー、トレンド、はい、このコーナーは、毎週トレンドをご紹介するコーナーでございます、はい、やっぱりここはあんま決まってないんだよなちゃんと、まあ、今ね、私たちにとってのトレンドだったり世の中にとってのトレンドだったり、うんうん、まあ、こういう世代にとってのトレンド、うん、なかなか聞かないじゃない、自分の身の回りのトレンドは合ってます、うんうん、世の中とか自分とギャップのある世代とか、なんか年齢とかね、あると、はい、なかなか聞かないトレンドなんですが、今日、ご紹介するトレンドがこちらでございます。モンスター育成シミュレーションゲーム LINE モンスターファーム、出ましたね、出ましたね、世代です我々、しげる世代来た、うん、モンスターモンスター流れでね、これ昨日の段階での、まあ、ニュースで、うん、LINE のニュースであったんですけど、LINE モンスターファームっていうサービスがどうやら開始したそうで、はい、私もやってないからまだ何もわかんないんだけど、うん、とりあえず LINE 株式会社さん、まあ、LINE がねこのモンスターファームっていうのを最新のスマートフォン向けのゲームアプリとしてリリースをしたんです、はい、でモンスターファームといえばね、あの CD を入れてどんなモンスター出てくるんだろうってワクワクしてたら大体ライガーしか出てこないんです、そんなことはない、そんなことはない、そんなことはない、え、重心サンダーの、いや、重心サンダーライガーも出てこないあ、違うんですか、出てこないでしょ、違うライガーいるの違うライガーライガーって2人いるの
この世にライガーいるの？そのプリンさんちょっとボケにくいから、ツッコミにくいしボケにくい、やめてくれる？割とライガーという名称を取ったら割とキャラクターとしているかもしれない。あ、いるんですかね。いや本当にモンスターファームの話でしたっけ、モンスターファーム。モンスターファーム、あ、モンスターファームやってなくてね、プレステ世代の人たちはめちゃめちゃ馴染みが、いやでもめちゃくちゃ人気ありましたよね。めっちゃ人気あったでしょ。で面白かったじゃん、ゲーム性もさ。そうですね、すごい特殊だったし、それがまた LINE のスマホゲーム用で、 LINE のというか、はい、LINE が作ったスマホゲーム用としてまた再構築されて出てるんですよね。はい。でなんかスイッチとかでも配信をされてたよね、昔のやつをできるよみたいな。まあ、スマホでもありましたね。そのスマホでもあったんだ。ワン、うん、いわゆるワンのシリーズを2000円ぐらいでアプリで、配信してたのを買いましたけど、どうだった？いや、もう懐かしかったです。懐かしかった、今もう懐かしかったです。どういう訂正ですか？でもまあ CD を入れるっていうのがあったんですけど、その買ったやつは選べちゃうんですよ。あ、モンスターを、もうだからもう好きなの選べて、うん、で何育てるか決めるんだ。だから、うん、そっちは買ったけどあんまやってない。ハマりはしなかったけど懐かしいなを体感できた。懐かしかったっていう。だ今回のか LINE のやつが、いや、ね、その CD 入れて CD からモンスターが出てくるというかね。これ昔ファミコンかなんかであったのよ。そうなの？いや、ファミコンはあんまり知らない、ね、あのモンスターファームじゃないんだけど、うん、ファミコンで似たようなゲームがあって、うん、バーコードバトラー、バーコードなんとかっていうのがあって、うん、あのファミコンでバーコードを読み込ませるとモンスターというかキャラが出てきて、うん、でその読み込ませるバーコードによってそのキャラが変わるのよ。それ鮮烈にときめいてました。あったよね。あのちっちゃい頃の、うん、CM で見た記憶がめちゃくちゃありました。今それ、バーコードリーダーっていうか、うん、そのね、手動で読み込まして、その内容が何かに反映される、まあ、CM だったからそのキャラクター浮き出てきてたんですけど、あったの昔そういうなんかありましたね、そういう手動でやるやつ。それを、ね、小さいながら記憶に持ってて、それなんかドラゴンボールかなんかのゲームだったんじゃないかな、うん、ゲームはドラゴンボールなんだけど、その戦う時に強くする敵なのか何なのかでピュッて読ませて、うん、キャラクターを作るのか技を覚えさせるのか分かんないけどね、うん、なんかそういうのがあったんです、うん、でもそういうなんか VR とかじゃないけど、なんかリアルな現実の何かと、うん、そのバーチャルなものが掛け合わさるってめちゃめちゃ楽しい要素じゃん、うん、今主流のサービスの先駆けをやってきたんで、だからモンスターファームって、うん、家にある CD 入れたらモンスター出てきますので、うん、そんな仮想空間めちゃめちゃ楽しいじゃない。楽しかったですね。でそれがまたこの LINE の、ね、スマホ版のゲームでできるってなると、そこのその CD 入れた時の要素がどうなのかすごい気になるね。もう僕はすでにやってます。課金？え、やってんの？やってます。早い。どうなの？めっちゃ楽しいです。めっちゃ楽しい。落とそう。すぐダウンロードしよう。楽しい。あのその CD を入れるみたいな要素が、うん、LINE の友達を選ぶと、うん、モンスターが出てくる。何それ、めちゃめちゃおもろいやん。だからちょっと感覚的には CD の頃の、うん、あの頃の気持ちに戻れる。うわ、そこにガチャ要素とかは基本なくて、ガチャもあるんですよ。そのいわゆる優勝 の、うん、あの星みたいな石みたいな、うん、あれを引いて回すガチャもあるんですけど、うん、友達から呼び寄せるその円盤システムみたいなのも採用されてる。友達増やそうよ。増やそうよ。 LINE ID SNS 乗っけるわ。あ、登録してくださいっつって。いや、いいと思います。強いモンスター呼び出したいんでってね。なんかそういうサークルとかありそうですよね、うん、ありそうだよね、うん、いや、おもろい、絶対おもろいでしょそれ。非常に楽しいです。うわ、ぜひちょっと皆さんやってください。で今あのスタートダッシュミッションっていうのをやってまして、3月13日の月曜日まで、うん、月曜日の14時59分っていうちょっと中途半端な時間なんですけど、うん、まあ、ここまでやってて、お題をクリアするごとに豪華ゲーム内アイテムとか、最大でダイヤっていうのはね、その課金でもらえ、はい、買うシステムなんだけど、うん、そのダイヤを1500個獲得できるっていう限定イベントもやってますんで、今入った方がお得ですね。へー。で13日のこの
14時59分以降に入っちゃうと、うん、ダイヤ買うしかないかもしれないからね、うん、またイベント始まるまで、うん、だから今ダウンロードして今のうちにダイヤ集めといてちょっと時間ができたらやるとかやった方がいいんで、あのこんだけ喋っといてあれだけど、私喋ってないけど水田くんのマイク入ってなくない？入ってないですかこれ？入ってなくない？なんか変な、うん、入ってない。あ、本当だ。だよね、なんかよく気づいた。すごい遠くからなんか拾ってるような音が聞こえて。なるほど。うん、大丈夫。あの YouTube でちゃんと拾ってるから。あのツイキャスでもツイキャスでもちゃんと拾ってます。よかったよかった。やってますよ。だからなんかさ、うん、あのまあスイッチとかまあ任天堂はさ、その過去の名作ゲームとかを結構さ。うん、あのやらせてくれるじゃん、作り直してじゃないけど、うん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 、ダウンロード版みたいな。そうですね、なかなかプレステってさ、うん、なんか版権が多分ゲーム会社で全部違ったりするんでしょ、うん、権利関係が、うん、だから簡単にはダウンロードコンテンツにならなくて、うんうんうん、プレステ初期のやつのやっぱ面白いゲームってめちゃめちゃあるじゃん。そうですね、それが要はプレステ2じゃないともうできないから、うん、ね、1か2ですからね。でもその筐体がないともうできないゲームだからさ、うん、なんかそれをできるようになんかね、ちょっと安くさ、うん、ダウンロードコンテンツにしてくれて PS5 からできますとか、うん、やってくれたらもっと売れると思うんだけどね。だから新しいコンテンツが売れないからやらないとかなんだと思うけど、うん、筐体買ってくれないことにはね、ね、始まらないから、うん、やっぱスイッチ買うのはさ、うん、あの筐体があるといろんなことできるとかがやっぱり主流だから、あと持ち運んでとか、うん、みんなで集まったらできるよねっていうゲームがあるからみんながこぞって買うわけじゃない、うん、なんかプレステやっとね、あのちゃんとこうみんなの手元に届くぐらいの在庫が持ち出されてるらしいから、へえ、売り始めてます、ね、そろそろね、ちょっとダウンロードコンテンツ。そうなんですね。そう、俺スターウォーズエピソード1のプレステ1で出てたゲームがめちゃめちゃ好きなのよ。まあみんなわかんないけどもうちょっとなんか詳しく教えてくれるなり、なんかどういうゲームなの？そもそもそんなゲームで育ってきたんですか、直人さん？あ、俺そういうアクションゲームが好きで育ってきてるから。へえ。やるとしたらアクションゲームしかやらないけど、なかなか、うんうん、そのファントムメナスのやつはもうキャラクターがリアルキャラ、今で言うとフル 3D みたいなゲームあるじゃん、うんうんうん、あれ系で 3D でバーって動いてって、うん、あの棒をこうね、チャキチャキやりながら、うん、飛んでくるビームとか跳ね返しながら、うん、敵を倒してって、うん、最後ダースモールを倒すところまで行くんだけど、うん、ダースモール強すぎて勝てない勝てないから、うん、こうなんか映画見たことある人だったら分かんないけど、ダースモール最後戦う時にこうなな入り特殊ゲートみたいなのがあって、こうほうビンビンって、これが一定区間で開いたり閉じたりするんだよね、うん、でこれが閉じてるとダースのところに行けない。だけど最後のその何枚か壁があるんだけど、うんうん、その何枚かある中 の、うん、あの最後のところのギリギリによるとダースモールが若干見えるんだよ画面上、うん、ギリギリ立ってたらちょっと奥に見えるんだよね、うん、ここからね、あの撃つ武器で狙うで、ガトリングガンみたいな武器があるんだけど、うん、チュ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 ンって、それでずっと狙い続けて撃ち続けるって。それしか攻撃技はないんだ。これゲームバグなんだけど、打ち続けたらバグなんだ、うん、あ、そう、うん、俺が見つけたバグなんだけど、バーって打ち続けたら、うん、HP 減ってるっぽくて、うんうん、その後ゲートバーって開いて入っていったら、うん、あーって死ぬところのモーションに変わる抜け道というか、抜け道、それじゃないと勝てないのよ、マジで強すぎて。もう超魔界村の2周目とどっち難しいですか？あ、超魔界村の2周目は、ね、やったことないね。1面すら行ったことないね。行ったことがない、うん、勝ったことないね。あ、ダメじゃん。本当に触ったぐらい超魔界村と。そうなんだ、うん、まあでもそう俺はそういうそのプレステ1時代の楽しかったなっていう思い出がやっぱ強いから、うん、いいですね。プレステ1はでも僕もやってましたね。そういうゲームがまたこうやってね、あのリニューアルして別の媒体でできるようになるみたいな、うん、今回のモンスターファンもそうなんだけど、燃えるよね。え、燃えるで言ったらあれですけど、プレステの1の時にすごいハマってたのは、うん、何だったら人生を変えられたぐらいなんですけど、何？闘魂列伝っていうプロレスの闘魂列伝シリーズ、闘魂列伝シリーズ、知らん。プロレスゲームは2から入ってますけど、うん、はい、それはあれ、新日とかちゃんとそのそうです、リアル団体が新日本プロレスのゲームなんですけど、うん、まああの獣神サンダーライガーで
よく使ってました、うん、繋がってきたなと思って繋がってきたね今日もね。いや今日も繋がりますね。でもあの時代ってプロレスゲーム盛んだったよね。そうやっぱり、ね、世代というかプロレスが、うん、ファイプロとかね盛んだったからもあるだろうけどね、うん、最近ないよね。最近はないです。いかないね。あでも、まあ、どうだろう、なんかブシロードとかなんかその、うん、ゲーム系のブシロード絡んでる会社とかはアプリで出してますよ今の新日本。出してんだ今。それこそプジョシって言葉作ったぐらい、うん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 、その新日が V 字回復真っ只中なんで、うん、その勢いの過程で多分そういうアプリとかでももう選手もとことんこうキャラ化でもないですけど、うん、個性を武器にあの怖さとかじゃないんでね今のプロレスは。まあそうだね、怖さとかじゃないですよね、うん、キャッチーだから、うん、その近寄りがたいとかじゃなくて、うん、近寄りやすくてなんぼなんで悪者もそうだね、かわいい、かっこいい、かわいい、かっこいいとかだから、ね、それがいい悪いじゃなくてそういう流れだからやってますね。だからそういうところもなので闘魂列伝がそのなんだ今回のそのモンスターファームと同じ感じで、うん、あのもうちゃんと本当に本物の重心サンダーライガーとライン繋がれるみたいな、うん、ってことになったら最高っすね。夢を叶え、まあ、その次の次で、ね、乗ってターンで、うん、まあ、ちょっといろんなゲームがある中で今回はモンスターファームを取り上げたんですけど、なんかモンスターファームのツイッターかな、なんか公式ツイッターとかを指定のツイートをリツイートでハッシュタグつけてみたいなことやると Amazon ギフトカードがめっちゃ配ってますよね。キャンペーンが同時にあるので、いやすごいな、まあ、ぜひちょっとこれを機にやっていただければなと思います。モンスターファーム LINE モンスターファームっていう名称のタイトルになってます。iOS もありますし、Android の OS にもありますので、ぜひとも気になる方は即ダウンロードして即ダイヤもらってください。以上私からのトレンド。いやトレンディーでしたね、トレンドでした。だいぶライトのこと、ありがとうございます。さあ、それでは2曲目、参りましょう。イッサでジャスティファイズ。道の駅テナント撤去問題はどうしたらいいの？ぶつって切れすぎてちょっとびっくりしましたけども、びっくりした。はい、ブランクがね、これ CD がね、うん、うん、あちょっと損なんですね、多分モンスターファームを呼び起こそうとしたからなるほど、うん、はい、俺らのいいモンスター出るよって、うん、いいですか？いいです、すいません。真面目だね。道の駅のテナント撤去問題。真面目じゃなくて、ね、一生懸命だから、うん。一生懸命だから余計なこと言ったらね。うん、そう。何話してたっけってなっちゃうから。うん、なっちゃうから。ごめんね。ほら、もう分かんなくなっちゃった。どうしよう。めっちゃ繊細だ。今日のトークテーマは、道の駅のテナント撤去問題はどうしたらいいのっていうことで、はい、1月の末ぐらいかな、なんか下旬ぐらいにツイッターで、うんうん、その道の駅、まあ、うん、と千歳の道の駅のテナントさんが、うん、なんか急に撤去してくれって言われた2ヶ月で、あと、っていうので、まあちょっと困ってるみたいなツイートが一気に拡散して、うん、まあ結構大問題というか、なんだ道の駅ってテナント入ってるところあるんだね。テナント道なんか大体道の駅って、うんうん、まあ、トイレとさ、うん、売店があって、うん、まあお食事できるとこがあるぐらいな感じだけど、うん、退去してくださいって言うってことは何個か入ってるってこと？まあ、そこの道の駅は、千歳の道の駅はそのピザ屋さんとか、そうなんだ、アイスクリーム屋さんとかラーメン屋さんとか、うん、あ知らなかった、いっぱいある、スープカレー屋さんとか、 なんか、まあ、結構いろいろ入ってて、そうなの、なんかチェーンの一部も入ったりしますよね。うんうん、入ってるので、まあ、その中で急に2ヶ月で撤去しろみたいな、うん、ことを言われたと。それは、まあ、契約違反というかね、事前退去の告知が遅いよね、うん、2ヶ月前はね、そうお店にとってはね。で契約上は一応6ヶ月前に通告しなきゃいけないっていう、その契約してるんだけど、うん、新しい、あ今回その退去しなきゃいけなくなったのが新しい管理会社に変わったと、うん、でその新しい管理会社が4月からやるから出てってって。えそれはさ、これ七尾剛さん、たけしさんにさ弁護士依頼した方がいいんじゃない？
いやね、せっかくだから、うん、せっかくだからね、これも運だから、びっくりしました。終わらそうとしてません、話話を終わらせません、それ七尾さんに投げて終わりじゃないですか。してないしてない、本当にリアルに、そういうのはちゃんとね、うん、まあそうですね、とかお話し合いをしないといけないから、うん、第三者入れてですね、うん、第三機関的にはダメですよね。え、あの質問いいですか。はい、答えれる範囲だったら答えますけど、はい、関係者ではないのは存じてるんで。あ、よかったよかった。はい、いや、あのそのテナントっていうか道の駅の運営元ってとこなんですか、うん、普通に運営元そこ気になる。いや気になるでしょ、運営元。あ、そうそう、そういう、どういう誰がどういう判断でっていうさ、あ、誰がどういう判断でその契約っていうかを、まあ、そうですね、これが起きたんだろうっていうその大元を考えていった時に、あ、民間の業者さんが一定の期間担当だったの、うん、変わるんだ、はい、年度ごとに、うん、で今回満期終了で新しい会社さんが来たと、うん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 、それも民間の、民間の、じゃあその新しい会社さんは、はい、まあ、どういう意図かは明確じゃないけど、お店をリニューアルすることによって集客を伸ばそうとか、うん、そういうことを考えての退去依頼をしたのかもしれないってことだよね。まあ、もともとその入札で、うん、あのうん、決まる、まあ、決まってその時点でその、まあ、多分さこういうふうにしていきますみたいな、うん、言うと思うんだけど、うん、まあ、それで話が通って、うん、この新しい会社さんになったんだけど、うん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 、でその時の案にはやっぱりこの今入ってるテナントはもう全部撤去したような案なわけです。なるほどね。それで、まあ、今入ってるテナントさんは結構人気が、千歳の中でも人気があるので、うんうんうん、まあ、住民とかはやっぱりこうそのままいてほしいとかっていうのとかあるんだけど、やっぱり新しい管理会社さんは、いや、せっかくこう落札したんだから新しい自分たちの事業形態としてはね、そうそうそう、それほどの権力のポジションの、まあ、そこのテナントも含めた権力 の運営元、うん、が入れ替わったって話ですよね。要はそのテナントを、まあまあまあ、ね、テナントを決める権利もある、うん、管理運営してるところが変わったってことですか。そういう決まり、テナントも決めれるっていうのがその契約の内容っていうか。あ、だったら、まあ、うん、退去はいずれにしても2ヶ月後は早いじゃんっていう、うん、でもそれも決めれるけど、それを申し出てっていうか、うん、そのあなたたちちょっと次ダメですよ、更新ないよっていうのは半年前っていうのが規則なんでしょ、そもそも。うんと、その前の管理会社さんと6ヶ月前なんです。じゃあそこで6ヶ月前にその退去の通告をしなきゃいけないんだけど、うん、だけどそれが決まった、新しい管理会社さん決まったのが11月に決まったって、うん、でもうその時点で6ヶ月前とかはできないじゃない、まあそうだね、うん、言えないもんね、うん、だから、まあ、その何、入札をやった千歳市も悪いし、うん、もっと早くにやればよかったのに、うんうん、そういう問題とかもあって今こう揉めてるというか話し合いでなってると、うん、なんか話す限りは新しいところにあまり悪いところはないのかなと思いましたね。だから契約元に請求しなきゃいけないってことですよね、これは、うんうん、そうそうなんよね。それはまあなんで俺らに文句言うのって言ってありますよ。いや、そうそうそう、うん、まあ、だから誰が悪い問題よりかは、うん、もうお互いこことここの取り合いでみたいな、うん、なんか、うん、そうそうそう、間を取ってみたいな、落としどころですよ、うん、もうこれはね、まあ、その落としどころをどうしたらいいのか、どうしたらいいのかと、どうしたらもう七尾先生に、七尾先生に、七尾先生に、そうだね、弁護士が入るレベルの契約問題です。そうだね、いや本当にそうだから、いや、まあ、入るとは思うけど、入ってるんじゃないかな、うん、もうでも今千歳市とその前の管理会社さんでどうにかならないかみたいな、なんかどういう話し合いをしてるかまでは情報出てきてないけど、まあそうだね、まだとりあえず話し合っていますと。なんかその辺もね、その市の担当者がさ、うん、変わったりするわけじゃん、うん、結局コロコロ部署移動でさ、そうそうそう、でその事実を知らないで、うん、でもそろそろ変えなきゃいけない時期だからやりましょうかって、うん、なったら実はその、ね、半年契約が存在した、うん、が明るみに出てみたいなのはあるよね、うんうんうん、多分千歳市自体はさ、その6ヶ月契約とか契約のね、うん、元の話まで知らないでしょ、その出店者と管理会社の契約の中身までは多分さ、うん、そこまで目は
いやどうなんだろうね、報告義務も別にないでしょ。いやまあそこら辺がやっぱり曖昧なんだよ ね、 微妙だけど、うん、全くわかんないです。そこら辺だよね、なんか焦点というかね、それぞれどっちも考えれるんだよ、うん、あったけど守んなかったパターンもあるし、なかああなかったパターンもある、ね、うん、ダーナーになってたね、可能性もあるし、ね、誰かの、まあ、大丈夫だろうみたいな、どっかで漏れてとか、うん、時が来ちゃったみたいなことはよくありますよ、ね、なんか、うん、まさかテナント変えると思ってなかったじゃないですか、うん、そうだろうね、この油断はなんとなく感じます、うん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 、人気もあればそうだよね、そうそうそう、売り上げがある程度高いから我がみたいな我々がみたいな、いやそれはあるよね、いやでもね、うん、まあそのそうう、まあ、ピザ屋さん の、 うう、ね、あの石窯というかが4トンぐらいあるらしいです、うん、4トンの石窯を置いてピザ焼いてるの、はい、いやそうめっちゃうまいじゃん、めっちゃうまいの、うん、だからこそですよ、それは退去する必要ないじゃん、だけど退去するってなったらそれを何ピザーラとかピザーラとかナポリの窯とかその辺入れるつもりなの、いやその新しい管理会社さんのお店を入れるっていうか、えっ、ー、だからあの元町ジャスコ、元町イオンにさ、うん、ピザーラ入ったでしょ、あ ピザハットか入ったんですか、知らない、あったのよ、今なくなっちゃったんだけど、うん、コロナでなくなっちゃったんだけど、うん、それまでは出来たてのテイクアウトじゃないピザを出してくれる、うん、ちょっと変わったお店が入ったテナントで、うんうんうん、なんで元町のイオンにしかないんだろうって、うん、思うぐらい美味しい、おそれぐらい美味しい、うん、それ以上に美味しいと思う、そ4トン、そんなことない、そその同じぐらい美味しいと思う、すごい、あの、ね、同じぐらい美味しいと思うよ、うん、そうですね、美味しいんでしょうよ、どっちも美味しいのよ、どっちも美味しい、ね、っていう上で、うん、それが4トンという荷重のかかったピザだから、ね、そう重みが違うのよ、1枚は4トンまだ途中だったから、うん、そのどうなったんですか、その4トンが問題で、まあ、結局いやそこそんな掘り下げてもいやだって戻さないと、いやなんかその辺だってやっぱさっき話した、ね、そういうことをやってしっかり作り上げたお店が入ってるのにもかかわらず、そうだね、人気店は、うん、人気店だけども、うん、まあ、ね、リフレッシュしたいってだけの理由で2ヶ月で退去してください、ちょっと、うん、4トン運ぶんすかね、その場で壊すんですかね、壊すのか、壊すでしょ、やっぱ壊すのかな、うん、4トントラックに乗り切らないだって乗らないですよ、積載量がね、わ、ね、かんないですよね、切ない、まあ、どうしていくのかというか、うん、じゃあ2ヶ月以内に行かなきゃね、うん、言ってください、最悪2ヶ月以内の待機もありえるわけじゃない、合意しちゃったらさ、いろんな理由が重なって、まあ、でも合意せざるを得ないから新しい管理会社さんが出て行ってって言ってるから、いやまあまあ、うんうんうん、でその管理会社とは契約はしてないわけでしょ、そうそうそう、だからそこはする知れない、うん、できないじゃないですか、うん、ああ権力か、権力なのか、結局じゃ、うん、なんかね、期限を延ばしてもらえたらさ、まだそうだね、来年度からやりますとか、新しい管理会社さんで、でもあるんじゃない、その新しい管理会社の方も、うん、新しい管理会社で入札して入れそうっていう見立てがあるから、うんうん、手回ししてるテナントさんが別にあるんじゃない、うん、いついつから入れるかもしれないから準備しといてくださいみたいに言ってる関係各位が、だとしたらそっちにも申し訳ないよね、そうなんだよね、だと思って入札して落としたんだからっていうのがあるしさ、うん、うん、もうどうしたらいいんだこれどうしようもない、トコさんどうしたいですか、私そのピザを食べ続けたい、あれしよう、食べたいけど、あれしよう、何、お店をリサイクル化すればいい、リサイクル化、あの二毛作型、二毛作店舗にしちゃう、おだどういうお店が入るかわかんないけど、うん、今使ってるお店は今いていいんだけど、うん、何時から何時はチェンジとか、うん、何週から何週はチェンジとか、うん、いうパターンで切り替えれば、まあ、ちょっと大変かもしれないけど、まあね、まあ、間取れるかもしれないし、使ってない時間に使うみたいなこともありじゃない、うん、まあそのそうだ、ね、本来の契約が切れる桁であろうとかね、その管理会社が変わんなかったらここはで切れてたかもねっていうラインまではそうするとかね、うん、せめて落としどこってなんかそういうことですよね、なんか気になるのは人気があったとしても売り上げが赤字だったのか黒字だったのか問題はありますね、あそこはちょっと弁護士のお話が出てくるね、うん、お金の問題がね、うんうん、だから結局大通りとかすすきのに今新しいもの立ってるじゃないですか、夏にぐらい、うんうん、夏ぐらい
うん、オープンすることをきっかけに、多分その時に合わせて人生っていうところに立ち寄ってくる人をターゲッティングするんだろうなっていうような気配はするな。あ、なるほどね。うん、なんか マーケティング戦略なんだろうなと思うんですけど。あ、うん、ただまあ売り上げが下がったからテナントを変えるっていうよりかは、うん、もうそう決まってるからやるみたいな、なんだろう、売上げとか無視してそこを見てはいない、あんまりもう俺なりたいことやる。そう決まってた、満期だから決まってたから帰るぜみたいな感じかな。新しい道の駅作ろうぜっていうね、まあいろんなね見方考え方がねあるから、うんうんうん、ちょっと一概には言えないけどね。ただね、釜壊すにしたって壊す、なんでそんな釜を壊すかどうか知りたい、うん、やっぱ4棟もあるから、いや金かかるじゃん、そろそろ突っ込むよ俺。いや、いいよ、なんでそんなに釜に対して情熱があるの。いや、遅いぐらいですよ、むしろ。まあでもそんな立派な釜を壊すぐらい、なんでそんなに釜に対して言うの。新しい店舗にねえ、そのままね釜移動して、やればいい話。いや、釜がやっぱかわいそうなんですよ、ね、なんでその釜のことを言う。釜が壊されることがもう悲しい、ね、なんでそんな釜に対して、その未来はダメだ。釜になんかタイルいっぱい貼ったって、かわいい釜なの。かわいい釜なの、うん、そうそう、うん、残したいじゃん、愛着がもうほら、うん、じゃあまたなんかピザ屋さんが入んなきゃいけないんじゃない、同じ釜を使うんだったら。そのまま、うん、そのままやっぱ移動するかですよ。そのまま移動、その移転というか4トンを4トン。いや、4トンそのまま無理とか、1回だってもう魂入ってますからね。いや、そうだね、崩すのはまずいんじゃないかな、うんうん、壊した材料で作れないからね。新しく立ち上げたらそれで絶対に別物だっていうのは、そうそうそう、あの釜を育てなきゃいけないから、核も言ってました。そうなんだけど、なんでそんな釜に対して情熱があるの皆さん。いいじゃん、壊しちゃいいじゃん。壊して作り直しゃいいじゃん、次の機会に。ウソップ怒りますよ、そんな風に言ってたら。なんでウソップが怒るの。ゴーイングメリーゴーの下りみたいな。ダメだよ、壊したらその。違う。同じものを別に作ってもそれが一番違うと感じるのはお前らだと。ゴーイングメリーゴーだとしたら、同じものだとしたら、お店の人が言わなきゃいけないの、乗組員が言わなきゃいけないの。あんたたちは島の外で食べたことないよ、確かに。うまい飯食っただけの海賊館のおこぼれもらった人たちだから、うんうんうん、そんなに愛情ないじゃん、はい、うん、いやでも4トンのね釜で、いや、ね、え、貴重ですよね、うん、それが食べれるなんて、ピザが普通のお店ね、そんな釜なんて持ってないしね、うん、そうね、北海道の入り口でさ、本格ね、北海道の入り口だからって関係ある。いやだからね、そのマーケティングじゃないですけど、人性のねついてさ、いきなりイタリアンっていうね、意味わかんないですけどね、空飛んで寒かったなと思ってるわけだからね、まあ、ちょっとあったかいピザ食いてえなってなったら、4トンなんつったら、4トンの構わんの、人性に、すごいね、北海道、規模がでかいねってなるわけだからね、そうだね、なんでそんな釜で引っ張る、いいのよ、釜の釜の、すごい時間経つの早っ、うん、早い。いや、うん、まあでもね、その釜で焼いたピザが食べれるって聞いただけで価値は俺は感じるから行きたいなって思ったからね、うん、まあ、そこがどうなるかやっぱりちょっと気になるは気になるけどね、うん、なくなるにせよなくならないにせよ、うん、そうね、そう、人はいつか死ぬという同じで食べとかないと、うん、そのね、うん、食べないで終わってるよ、やっぱ1回でも食べたよっていう方がっていうことです、うん、シンプルに。そうそうね、うん、できれば食べたい、店の人だって来た方が喜ぶじゃん、まあ、ちょっと気になるそれは、ちょっとどっちみち今後どうなっていくかを毎週さちょっと報告しまっていい、これ、うん、追っかけますか。もうずっとね、うん、追っかけてはいるんだけど、話し合いのままずっとあの情報が出てこないので、ちょっと千歳市に問い合わせてみるよ、うん、千歳市も話し合いますっていうニュース拝見したんですけど。それでどうなるんですか、あの釜が心配でつって、うん、釜が心配で第一に釜からで、うん、もしダメだったらその運営会社さんと管理会社さんの問い合わせ先聞いてさ、うん、ちょっと直接私が聞いてみたいんで、聞いてみたい、いや、えらい迷惑な人だよ私、うんうん、クレーマーみたいな扱いで来ちゃう。いや真実を知りたい、ただリサーチをしたい、そうそうそう、うん、どうなってるか、残ってほしいのもあるけど、うん、でもそのリニューアルされた新しい道の駅も楽しみたいは気持ちはあるんです、うん、はいはいはい、それが、うん、そのお互いギスギスした感じで終わってほしくないから、うん、動向が気になりすぎて、うん、今行けないんですって、怖くて道の駅に怖くて行けないっていうの、行けないから、うん、もう早く解決をしてほしい、うん、そのちょっとだけの情報が欲しいからくださいっつって、ちょっと取材そんな力ないな、いや私には本書いてくれましたよ、もうこの短い間にすごい、うん、ブログ作った方がいいです、ジャーナリストですって、うん、
いやでも本当気になって、特訓です、うん、特訓ですはよく言ってジャーナリストの特訓ですちょっと違う、ね、真顔で真顔で眉間に力入れてグッと入れながら、ね、道の駅サーモンパーク千歳といえばね、はい、まあ、有名だし近くにあのサーモンそれこそサーモンパークがあるじゃん、うん、目の前に、うん、ね、鮭の水族館ありますあります、うん、あるからね、なんか風評被害ではないけど、うん、悪いイメージがついちゃうとねそっちにも影響を及ぼしかねないから、うん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 、早い段階でね解決してくれると ね、 ね、テナントのさんの方はもうギリギリまで頑張りますみたいな、うん、まあそうだよね、契約行っていきますみたいな話はしてるんですけど、うんうん、まあこの道の駅に入ってるローソンさんとかはもう3月の10日で退去するって、うん、あ、閉める、うん、あそこか使ったわ、あ、そうなんだ、決めちゃった店舗もあるんだ、うん、そう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 、うん、そうなんだ、うん、え、じゃあ退去したらまたすぐは入ないもんね、まあ、時間ちょっとかかるもんね、次何かが入るから、まあ、その新しい管理会社さんがもう全部を入れる考えだから、うん、あ、そうかそうか、うん、順次退去さえしてくれれば、うん、そうそうそう、そこにつどつど次に入れたり、そう、うん、入れていくよが準備していくっていう、じゃあ入れ替えかもなくなっちゃうじゃん、そうなんだよなくなっちゃう、ほぼ決定校じゃなくなることは決定じゃん、近いうちに、うん、ただそれがそのまま釜の姿でいるか壊されるかは別の話だと思うんですよね、ああなるほどね、うん、モニュメントとして残ってるみたいな、ね、そういうことです、歴史観的な、そうです、ここには釜があって昔こういうお店が入ってましたっていう歴史にしちゃえばね、そうですよ、うん、どうせリニューアルするんだからさ、うん、まあ、それ生かすのかどうかも分かんないけどね、ほんと、うん、そうなんだ、うん、気になりますね、サーモンパーク気になってきた、早くだ、4月で、うんうん、3月で3月末で退去しなきゃいけないから、はいはい、もう急いでいかないとです、ね、今月中に、うん、今月中か、いけるかな、いやその釜で鮭焼きたいな、うん、え鮭、ね、また難しい、いやその釜で鮭焼きたくないですか、サーモンパークに、いや焼きたくない、その辺の、うんうん、そんななんかなんかね、腹黒、うん、腹黒い、腹黒いじゃないけど、腹黒い残酷なことできない、ね、残酷、いや、あの、食べてる時点で残酷なんで、そこは羊見ながらジンギスカン食べるみたいな感覚、あ、いや、あの、ピザとしてですピザとしてサーモン食べる、あ、そうです、最終的にはピザにするんだ、サーモンマヨピザみたいな、そうそうそう、シンプルに、ごめんなさい、なんか言い方があるの、サーモンあるでしょう、サーモンピザはスモークサーモンでとかね、ありそうだけど、そもそもありそうだけどさ、生ハムのけどじゃね、あ、そういうことですよ ね、 生ハムでね、いや、美味しい話になってきましたねお腹空きましたね、まあちょっとね、あの、はい、まあ、今だけになっちゃうのか、まあ、継続してもしかしたら入るテナントさんになるかもわかんないけども、うん、まあ今を楽しめるのは今だけなので、じゃあ気になる方はこのサーモンパーク千歳ね、ちょっといろいろね、まあ、うん、角の立つ問題が今ありますけれども、うん、だからテナントさんにね全然関係ない話というか、はい、ね、私たちお客様には関係ない話なんでぜひあの食べに行ってください、観光客の人とか来るの、観光客よりかはその地元の人とか、やっぱり道内の人とかが、ああ立ち寄る、やっぱり美味しいっていうのを聞いて来るらしいですよ、それは知らなかったな、うん、普通に遊びに行く感じですね、うん、あのレラとかと共に、去年1回だけ千歳行ったけど子供と行くとか、結構大きな道から外れてるらしいんですよ、ちょっと、ね、ちょっと1本、うん、本当に空港行く前の、うん、あの T 字路っていうか、空港行く前の T 字路って分かんない、空港から本当に近いんだったら JR 千歳駅越えて空港行く、うん、なんか雪印の看板みたいなの、うん、あるんですけど、うん、そこ左に行ってややしばらく行けば右手にあるんですよね、なるほど、全然場所わかんないけど、こうこうです、こうこうでね、うん、割と近い位置でね、こうこうマジで気軽に行ける距離感ではあるってことね、うん、あ、左折1回で着くんですけどね、じゃあ、うん、皆さんちょっと行ってほしいですね、私も行きますね、左折で行ってください、うん、気になるわー、サーモンパーク行きたい、ピザ食べたくなりますね、ピザです、はい、ね、ちょっとあの、うん、最後まとめてもらっていい、あ、了解です、うん、じゃあ、しげるですけどあ、いや、ごめんね、しげるからまた詰まってる、しげるから、はい、ほんと復活おめでとうございました、私にね、あ、まあ、ラフスパイス今の流れだと、なサーモンパーク千歳が復活したんだね、うん、まとめ、あ、この話題のまとめは無理ですよ、この話題、あ、ごめんなさい、この話題のまとめは無理です、じゃあ今日の放送のまとめを持ってきたものではないので、はい、30秒でお願いします、
はい、30秒、はい、久しぶりに皆さんに会えて楽しかったですっていうのと元気そうでよかったですっていうのと感想いやまとめじゃないよ。あとはごめんなさい、告知をちょっとねじ込ませてもらうんですけど。告知するの？あと20秒だよ。あ、勝手に来たのに告知するの？3月5日と3月10日と3月21日がちょっとあの自分のイベントを白石ピグスティというところでやるので、はい、あのちょっと前回直人さんちょっといろんな手違いでねヒヤッとさせちゃった場面があったあのイベントですけども、ね、無事にいよいよ、ね、無事に開催できる運びになりましたのでお願いします、はい、っていう。詳細はあの今、ね、場所もなんかはっきりしてない。ピグスティって場所だけし、はい、場所というか、ね、会場名しか言ってないから千歳向かう道中にあるんですけどね、どこにある、うん、かか昼にピザ食べて、まあ、のツイッター帰り道で、はい、すいませんお願いします、はい、今週はここまでです。皆様いかがでしたでしょうか。この番組はフィクションとなっております。はい、長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週、さよなら。ラスパイスのどこでもラジオ。